そうね、中の人のおばあちゃんに YouTube やってること伝えてみたんだよねいや、まさかのおばあちゃんで、反応はどうだったんだい仲の人のおばあちゃんはね、90歳を超えてるんだけど YouTube っていう言葉知らなかったんだろうね私はそんなん食べたことないねって言ってたよ食べ物じゃないっていうね 中の人のおばあちゃん、知らないもの全部食い物に変換しがちだからね。で、その後に、昔食べたことあるかもしれないけどどんな味か忘れちゃったねって言ってたからねいや、食ったことあんのかいって突っ込んじゃったよなでね、もしかしてと思ってプーさんのこと知ってるって聞いてみたら知らないって言われたよね私の友達にはそんな名前の人いないって言ってたよなまあ、もう90超えてるからね スマホもガラケーも知らないから、プーさんのことはなおさら知らないか。僕もっと頑張らないとな。全国のおじいちゃん、おばあちゃん、生まれたての子供のために頑張らないと。生まれたての子供はちょっと、プーさんに洗脳されそうだけど。てかね、中の人の家族で唯一 YouTube やってることがバレても問題ない人、それがおばあちゃんなんだよね。そうだな、チャンネルごとバレても問題ないな。YouTube のことを食いもんと思ってるからな。おばあちゃんには元気でいてほしいね。 中の人のことたまーに誰かわかんなくなってる時はあるけど、うん、元気でいてほしいねちなみにスマホ初めて渡した時かじろうとしたからねこれで離れた人と顔見ながら通話することもできるんだよって教えてあげたら「あらまあ」って言ってたよね反応がいいから何でも教えたくなるよないやーそれにしても便利な時代になったねー